天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんはこんばんはミスチルの桜井さんに会えたら何質問したいかなっていうのをずっと考えてます天才ピアニストの竹内ですはあ、もう好きな食べ物とかちゃいますか忘れ <laughs> ですか忘れです <laughs> いやそれこれさ、うん、まあその私は桜井さんむっちゃ好きですけど、うん あのもう、うん、それ聞いてくんなよっていうこと聞きたくないねんありますでしょえー、そのだからバンドを組んだきっかけはとか、まあ、とかはも,うもちろんあれそのインタビューであれですけど、うん、そうそうなんかどういう時に曲書いてるんですかとかも,もううっとうしいと思うもうそ聞きたいけどこっちは休みの日何してますかとか,とかもう鬱陶しいやん、うん、もうああもうええー もえもえもえって、うん、もう私らの何千倍のインタビューを受けてきてさ。うんうん、で、いろんな人に憧れられて、初、うん、めて会えて、なんか聞かれてよ。これさ、誰かに憧れられてる、誰誰が憧れてるっておっしゃってましたけど、それについてどう思いますか。もう、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 めっちゃきついやろな。きつい。つい,いや、もう、素直に嬉しいですよ。以外ないよな。ない、ない、ない、ない。もう、これなんだから、がんじがらめなんて、何も聞かれへんなっていう。う聞かんでいいんじゃん。 聞かなあかん,聞か,なあかん聞かんでいいと思うけど思てんねんからいやでもそのなんかもう自分が好きな思いとでも自分が好きな思いももう聞き飽きてんねんいやでもそれはみんなに言われてんねんもいやみんなに言われてるけどさ自分逆に自分たちがさ、うん、聞かれるよりさその思いを言ってくださった方が嬉しくないあ好きですってうんあそうなんかなしこたま言われてたとしても もうなんか聞かれるより「これと好きな食べ物なんですか?」とかしょうもない質問くるよりその思いの丈をこんだけずっといつから好きでいや聞きたないって絶対いやいやいや好きな思いを絶対聞きたいはず自分やったらに置き換えたら私はそうやな自分やったらそうやけどでも櫻井さんはもう言われまくってんねいろんな芸能人に「高校こ,この時から好きでね、うん、あのこの曲のあそこいいですよね」とか言って。うん もうええと思うねんなだから向こうには喋らさへんというかありがとうございますうんうんが楽や正直それなまあそれはおうた時はそうですよ、うん、ただそのなんていうんですかねお食事とか言ってる設定でああ<ー>そのまま会ておおたらもう何も喋らんねんわ正直うん、うん、その仕事現場とかでおおたら「うん、ああのもう応援させてもらってます」っていう「うん、好きです」っていうのを一言だけ言って立ち去るのがベスト、うんうん、ですけど そしたらもうなんか会話で多分もうあのレベルの人だって自分とこう応援してくれてる人っていう立場のお食事会もしんどいと思うね、うん対等,対等にしゃべりたい、うん、あの自分の知らないことを聞きたいっていう人やと思うから、うんうん、そうなったらもう無理でしょ対等に渡り合うの無理で対等無理やけど、うん ももうでもそれやったらその食事会申し訳ないよな向こうにはななだってもうただただただもう客ファンだってもうこっちがファンすぎるからもうその時点で対等無理ちゃうかなじゃあさ感情がチャイ全くファンじゃなくてももずくない大スターとかやったらうん確かになうんゆとかはいはいはいゆ、はい、とかとご飯行かせていただくことがあって、うん、なんやったら例えばさやったらでももうデリカシーないことできるやんえ んなだ「え普段って何されてるんですか?」とか「うん、えよくふ着る服のブランド何ですか?」とか「まファン」みたいなデリカシーのない<あー> <laughs> えガツガツも質問して、うん、そうそうそう「え,<ー>え,えすごいですね」みたいなんでいいわけやああいうには、うん、ああいうにはっていうかもうそうやなまあそうなんだ結構むずいなっていつも思うね好きすぎてさこんな質問したら。 気悪いかなとか。うん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 。こんな質問したらファンすぎて。気持ち悪いかな。いや、嫌なやつだと思われたら嫌やなっていうのがあるからさ。はあはあ。いろいろ考えるし。うん。思うけど、じゃなかったら。もう。素直な素朴な質問というか。はいはいはい。うん、そうね。自分がガッとこう売れてきたなって思った時ってどんな時ですか。<laughs> そいけるな。じゃそのこっち側は手いや。うん。その。プライドなしに聞ける。うん、でも向こうはもう、楽しないんやろな。っていうのが。 をいつも,思ってもねんな「んはいはいまたその質問ね」ってなるやろなとか確かにねここでやっぱ大スターとご飯行くってなったらもうその行ける予定も全くないんですけど、うん、勝手に苦しんでんねいつも、うん、ああこの質問もあれやろなあこの質問もあれやろなあって想定して楽しんでるんですけど好きな思い伝えるだけで十分な気えそうなもうファンとしてまあね、うん、私みたいなものはねあーもう はもうやばいですとかで嬉しいと思うなんかもううわーいらんやろいやいやいやうれしない逆やったらえー、いやかんえ嬉しくないですか多分嬉しいんかないろいろなんかもうごちゃごちゃ聞かれる <laughs> 質問されるのにねあーもうやばいやばい,やばいすいませんもうごめんなさいはー緊張するとか言われてる方がいやそれは私らのレベルは嬉しいんですけどどうなんかなって思ってものな、うん、これ大スターすぎてうん 私らは嬉しいですよめっちゃいやでもさテレビとかで見てるレベルですけどうん、うん、レディー・ガガさんとかトム・クルーズさんとかもさそのファンの人が「あわ」ってなっててもなんかオッケーオッケーみたいな全然、はいまあ、テレビに映ってるからかも分からへんけど、うん、そうですね、うん、いや難しいなと思っていつも、ね、だ普通にそのラジオに来られたっていう仕事でお会いしても、うん 聞くこともむずいやん難しいなでもラジオやったら聞かなあかんやん,なんか質問その人に関して掘り下げなかんかっていう,うん、うん、何聞いたらええんやろっていうもしラジオに来たら、ね、矢沢永吉さんとか来てみ何聞いたらあいいんかあかんか分からへんやろ確かに何でも聞いているような気がする永吉さんぐらいまで行ってると永吉さんって言ったらプードルさっきで <laughs> プードルさん,さえ,ちんどちえちゃんそっちもええちゃんやねえあっちのえちゃんは何聞いてもいいし何言っても許してくれるけどプードルさんはね優しいから いやそうねえそれをあのもう考えただけでコーラとかって飲むんですかね <laughs> いやいやそんなん怖いって聞かれへんねんいや A ちゃんやったら私聞くな A ちゃんって言ってるよえ,えプードルさんちゃんとって A ちゃんには逆に聞かんへんわ飲んでるやろコーラ飲んでるよ A ちゃんは <laughs> あ,のあの丸い氷を入れて飲んでるようわおしゃれ <laughs> 変におしゃれ <laughs> 変におしゃれやからね いや難しいなスタパジャマとかってッフいや違うそれさ聞けたらええけどよ番組的にそのんかこうおじさんが着てるからっていう逆になんかもうそういうアホみたいな素朴な素朴なというか素人質問みたいなのファンの人も喜んでくれるかもまあまあ聞きたいですよね普段聞かへんからなこの曲を作るにあたってどういう思いでみたいなとかで言わまあガチガチに聞かれてるろしなそんなんはな でもさ、そんなこと聞いてさ、矢沢栄吉さんがさ、うん、帰るっていう可能性もあるやん。そっちもあんねんで。そのそっちの怖さも。帰らないでっていう。いやいや、かんたん。<laughs> なすみちゃんはい<え>次の日から、吉本の名簿に名前なくなるかもしれませんよ。私も帰る。<laughs> 私も帰るじちゃね。ちょっとモノマネすなよ。えー、じゃあ、うう,う,うじゃあね。サイレントモノマネやめて <laughs> なあ。 音ありで、や、物真似しないと、まずみちゃん、レディオなんだからさ、レディオなんだから。みんなやってるみんなやってるみたみんなやってるじゃじゃジミーちゃん、ね。<laughs> ジミーちゃんが登場したのにしもってから。いやー、それ、そうか、いけるかー、うん。逆にな。大物がラジオに、だから、うん、あの、言ったら KBS ラジオも結構、うん 大物の方来られるじゃないですか歌手さんとかでも緊張するししやっぱこう基本的な質問じゃないですかあれ聞いてもう何千回と別に優しく答えてくださいますけどもうなしこたま聞かれてもうええってたまってなっていうねでもやっぱ皆さん優しくね答えてくださいますけどまあお仕事っていうのもあるんですけどなんかほんまにありえへんほどの大ファンやったらな大ファンやったまっすぐちゃん大ファンとかあんまないと思いますけど た自分らのラジオに例えばスマップさん、うん、とか、うん、来られていやマジで素朴な疑問の質問すできると思ういける、うん、朝ごはんはパン派ですか米派ですかとか、うん、ご飯に一番大うかずないと思いますえコンビニであんまりコンビニとか行かはりますあっ行かはります 2つ買うなら何買いますか何聞いてんねんって私が言うのよこれ何聞いてんねんそれいやこしいう嬉しいとかでたぶん答えてくれるんかいとか言ってうんうわ怖っそんなことなるかうんいけるんやいける私あのそうめんにはわさび派なんですけどうどう思いますどう思いますじゃね生姜ですかわあしょうがかやっぱりそうですよねわさび少ないっすよねやないねん 聞きたいわ,わさびはなしですかって言うんですよ <laughs> コメントをもらう聞きたい聞きたいそんな香取慎吾さんがそうめんに何入れるのか知りたいわ知りたいわこっちだって <laughs> まあそれでいこうじゃ、うん、あのもし私らのラジオにもうアホなふりしてうんもうじゃその怒られるかもしれんって言うところが怖いねん私いやあんこ,こまでねもう器の大きい人たちは怒らはらへん何に聞かれた怒らへんかな 長渕剛さんとか来てやでもう逆に鼻で笑ってくれはると思うなんか何言うてんねんぐらいのへぼすぎてもししょうもない質問してしまったとしたらなはい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 せ、はい、<ー>やなもう聞き何千回聞かれたことよりもたわいもない話で盛り上がりたいなって、うん、歯磨かへんよるとかってありますないないねないないみんなないああるね <laughs> えー、いやそんなあんの あるよそりゃ人間だもんいや相田三男くとるやねん相 <laughs> 田三男さんとかジミーちゃんとかも磨いた方がいいって言うけどね言うけどねみたいな言わへんってそんな薄い一文言わへんって <laughs> 基本的には磨くねえや <laughs> 手とかつけてんで振り付けみんなラジオや伝わってへんけどサンキューって言う、ね、<laughs> 最後に、うん、歯磨きの話最後に <laughs> めちゃくちゃやんもう それやったらさんかやっちゃえ日産」って言うていや言わわ提供入っとないのかもしない日産の入るか矢沢さんがラジオ出るってなったらいやそうかいけるか逆にえっとその上沼さんとかやったら難しいか上沼さんな上沼恵美子さんとかご本人がラジオでもでもそれはもうたわいもない話やってくださるかいけると思う 何でも何でも言ってくれはるんちゃう上沼さん日常のたわいもない話とかもラジオでされてるもんねそうそう大スターですけれどもねえそれこそカレーうどんに入れるの豚肉派ですか牛派ですか結構答え知ってるしなこっち上沼さんのこと知ってるわけですよねはいはいでそれとね高田純二さんとその件でもめて喧嘩されました全部こっちが喋ってるやんこっちが誘導していくしかないのよもう全部知ってるからいやそうかいけるかもう アホなふりして素朴な質問を、はい、そうめんの話はいぶち投げましょうわかりました、うん、じゃあミスチルのさくらさんにもそういう系でいきますはい、はい、おやすみ,おやすみチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどう,どう